ヨナモトジャパンライターの安藤です。安藤です。はい、どうも。どうもね、遠藤さんを今回お呼びしたのが、はい、もう一度ね、僕ね、あ、一回これも切っていいですか？はい、頑張ってください。すいません。あのね、歌舞伎町ツアーというのをやってらっしゃるんですよ。はい。遠藤さんが、はい、もう少数精鋭とかで。それに一回まあ参加したんですよね。牛島ニーニクさんっていらっしゃるじゃないですか。コスプレイヤーさんの。で、あの人にめちゃくちゃ勧められたんですよ。うん、超面白いから行くべきみたいなのがあって。牛さん、はい、はい。で、行ってみようと思って行ったら、本当に超面白くて。そう、あのね、歌舞伎町ヤクザマンションっていうのがあるんですよ。もう有名な、ヤクザの事務所ばっか入ってるマンションがあって。うんうん、そこを、そう。殺し屋一で、殺し屋一でね。そう、殺し屋一でも出てきた。はいはいはい。で、殺し屋一のこうコマを見せて、ヤクザマンションありますよね。あれを見てくださいって、あ、全く同じだみたいな、わーみたいなのがあって。そんで、そう。で、なんか今日はでも、なんか前にこう、ここら辺うろうろしすぎて、まあヤクザが出てきたと。で、なんであいつはみたいな顔ですごい見られて、ちょっと今日は怖いんで、怖いね、もう中には入らずに、前を通るだけにしますね、とか言って。で、僕らも、あ、じゃあ分かりました、つじゃあついてきてくださいって、ついてったら、なんか分かんないですけど、あ、いけそうですね、つって、そのまま振って入ったんですよ。中に。打ってこないんですよ。そうそうそう。で、僕ら怖い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 とか言って、怖い怖いとか言いながら入ってきたら、なんか、お菓子とか、缶コーヒーとかずらーっと並んでる、なんか一角があって、で、皆さん、これ何だと思いますかつって。いや、分かんないです。これは、ここで自殺した人を供養してます。あー、お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 ー、行ったのがその僕とか、あと、もころ編集部の人たちとか、あと、博報堂の社員とかがなぜかいて、こうみんなで絶賛して、そういうのがあって。ここに行かれてる方、ヨッピーさんはどういう方なのかわからないかもしれないですけど、ヨッピーさんそういうこと結構好きなんですよ、ね。僕大好き。もうアウトロー大好きですもん、僕。僕、それで聞いたんですけど、はい、渋谷の方で、はい、そういうヤクザマンションとか住まれてたみたいな。渋谷のヤクザマンション。そうです、渋谷のヤクザマンションに僕は住んでましたよ。とか、はい、住んでたりとか、はい、あと例えば闇金牛島くんのブレーンの上野智之っていう僕の友達がいるんですよ、はいはいはい、そういう人の本とかも大好きです、はい、大好きです、大好きです、そういう話をしてて、なんか面白いのがね、そのヤクザ系のアウトローライターの系譜ってあるんですよ。ほうほう。で、今やあのクレジージャーニーでブイブイはしてる丸山ゴンザレス、丸山さん、はいはい、丸山ゴンザレスさんとかも根っこはもうヤクザライターですよね。まあ、あっちの、そっちの方の、ね。そう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 。だから僕、その、丸山さん、本当は、ね、今日も出てもらおうと思ったんですけど、まあ、ベトナムにいてちょっと無理ですって言われて、断られたんですけど、丸山さん会った時に、あの、上野さんの話とか、セントさんの話してたら、あ、もう、ね、わかるよ、みたいな。もう、界隈がしてねえから。そうでしょうね。だから、ヨッピーさんの会話があるより、私たち、もっと小さいですけど、うん、会話がありまして、そうそうそう、そこでまあ、細々とやっております。うん、そんな感じ。中で、歌舞伎町のことを、今は私は、力を置いてやっております。はい。で、私の、あ、なんか、振られてるテーマが、歌舞伎町、もしくは、風俗、裏風俗関係なんで、はい、夜も遅いんで、なんかあれば、精一杯答えたいなと思っております。マジで、カナテちゃんのこと、多分ほんまにめちゃくちゃ詳しいよ。ツイート見てます。いつもツイートしますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たまに朝までストリートから、ね、朝まで寝てマッサージするよっていうのいるんですけど。いますね。あれ、やっぱついてたら危ないです。あの人たちは、タケノコハギというような。あ、やっぱりそうですか。ぼったくりをやりがちですね。で、まあ、それぐらいですからね。なぜ仙道さんそれに詳しくその道に。私は歌舞伎町のことが好きってか10年ぐらい前に住んだりしてたんですけど、はい、なんかね5年ぐらい前から急激に好きになったんです、はい、でやっぱりね思うんですけど、だいたいヨッピーさん同い年ぐらいでしょ、はいはいはい、ちょっと近いじゃないですか、はい、もうここまで生きてきたら、はい、刺激ってあんまなくない。あ、そうなんですよ、ほんとそうなんですよ。で、まあ嫁、率直に言う、はい、女もまあまあ行ったでしょ、今まで。で、全然行ってる。食も行ったでしょ。食べ物、食、食べ物。いや、ほんでもないですよ、僕。食も行ったと思う。で、まああとなんか映画とかいろいろエンタメを見るじゃないですか、はい、したらどこでドキドキするってなって、うん、やっぱ僕はね
繁華街のストリートの刺激は最高なんですよ、まあ、最高やと思う。つい昨日一昨日も人殺されてますしね。なんかロフトプラスワンの真ん前で。そうそう、ほんとほんと。あれ何人ぐらい死んだんですか？一人死んだ。あれは一人亡くなって。え、何があったんですか？ロフトプラスワンの前で銃が。え、あの辺の情報とかやっぱ知ってるんですか？いや、あれだけどなんかよくわかんないですよ。あるあそこの組織があって、そこ、ね、あるあそこの組織が、あそこの組織、下町の組織の人たちが、下町の組織っていう、あんまり話せない、下町の組織の、あんまり話さないですね、話せないですね。さっきまで語ってましたけど、いやそれはちょっとオフラインで、それは飲み屋の向こうの話はちょっと難しいですよ。じゃあ、大久保の方に行くとさ、芸能人が覚醒剤抜く病院ありますやめて、はい、それも、ね、点滴をしてくれる、そうそうそう、それもツアーに入ってましたよ。入ってました。セブヤマさんがさっきバイアグラをこう処方せずに出してくれるヤバい病院の話をしてましたけど、うん、ね、歌舞伎町の深いとこ行くと、点滴をジュースみたいにやってくれて、覚醒剤を抜く病院がありますよね。点滴1本1万円、うん、で、ちょっとヘビーな中毒者には2万円のやつを、うん、それ1日で覚醒剤を抜けるんですか？いや、まあ、3日ぐらいです。3日その2万円の点滴を受け続けると尿検査でしゃぶしゃぶが出なくなる。だしですけど、よくわかんないですけどね、うん、まあ、要は芸能人の人は自分のところに来そうだぞってなるとそこに駆け込むわけですよね。そういうふうに言われてますんで、僕なんかノリピーとかも行ったかとか言わないで、いろんな世界があるんですよ。僕のとこ連れてってもらって、皆さんご覧ください、見たんですか、あれが清原選手もノリピーも通ったとされる病院ですみたいな。まずいこれ書かないでね。あんま書かないで。いや、ほんま書かないですね。告訴とかされるとね、怖いからね。そこ、結構、やばい人なんですね。はい、ああ、そりゃそうでしょ。お医者さんとは名ばかりの。お医者さんらしいんですけど。いや、それ医師免許なきゃ、点滴打ってないんですか。いろんな繋がりがあって、ちょっとやばいらしいんで。医師免許はあるけど、大変な。はい。そうらしいですよ。というわけで、とりあえず早速、誰かに。誰ですか。いけるんですか。はい。ちょっと繋ぎましょう。相談があるらしいんで。相談ですか。こんにちは。こんばんは。何さんですか？あ、山崎です。高知県出身の。ああ、さっきの人だ。はい、どうも。山崎さん、ちょっと相談内容読み上げますね。あ、どうも。こんばんは。浦和のジャパンを20年ぐらい愛読してます。はい、ありがとうございます。今の新宿区長と渡辺昌司の2020年に向けて展望を教えてください。僕、これ質問の意図がよくわからない。よくわからん。どういうこと？さっぱりわからない。渡辺昌司って何ですか？いや、知らないですね。渡辺昌司。新宿ソフトさんの2020年はオリンピックの向けて何かあるのかなと思って。ああ、渡辺昌司って、つまり森下実業かな。森下だ。どういうことですか？リンリーハウス。なるほど。森下実業というのは、リンリーハウス、ギラギラガールズ、ロボットレストラン、あとマンボウ。あの辺をごそってやってる。マンボウ、愉快なマンボウ、楽しいマンボウ。日本の風俗王と呼ばれてくるんですよね。風俗王ともやってますね。はい。展望、まあ、外国人観光客のビジネスに力を入れています。で、ロボットレストランがそれで当たってるんですけど、はい、私が聞くところによると、それの第2ができるという話。どこにですか？歌舞伎町のラブホテル街の中です。あそこでしょ？ホストの人が本屋やってた、歌舞伎町ブックセンタービルごと。僕が聞いたのは、ちょっとちゃうんですけど、そばですね。できるという。もう巨大な、もうロボットレストランのためのビルを建てるみたいな感じですか？まあ、その、名称が、ロボレス2とは言いませんけど、あれに近いものができるというふうに聞いてますし、まあまあそんな感じでしょうかね。その土地がなんかよくわかんない、なんかこの字になってるあれですか？でもちょっと言わないで。あなたも詳しいね。あなた何者なんですか？編集部の方ですか？まずいまずい。あれ、浦和のジャパンの方ですか？二人とも。全然関係ない。私は完全に仙道さんのファン。ファン。ファン。俺と仙道さんとどっちがいいんだ？どっちとやりたいんだ？なんで張り合うんですか？監督でしょ？でも。いや、ほう。え、なんか。
一応電話つながってこれ、こんなにダラダラなんですか、まあ、まあ電話大丈夫なんですか、7分で言ってくれる人が好き。7分以上は膣が耐えられない。ちょっと山崎さん、なんか、すいません、ちょっとなんかわけのわからん女が入ってきました。7分以上は膣が耐えられない、はい、そうです。井村さんまだいたんだって言われます。帰ろうか。ポイント。なるほど。よくわかんないですけど。帰るにはこの電話を持って帰らないと。綺麗、綺麗になるんですかね。綺麗になるんじゃないですかね。新宿区の区長が変わはどうなんですか今の。あ、家入さん、家入さんにね。あ、ごめんなさい、家入さんにね、アドウェイズの本社に来てくれって言ってください。あ、家入カズマ来んだったら俺ちょっとポイントもうちょっとだけ。マジでカズマの顔だけ。あ、じゃあ行きましょう。じゃあちょっと、区長の話とかわかんないっすね。カズマ来てんの、なんなんでしょうね。下に来てるらしいっすよ、カズマ。え、誰が、家入さん、カズマ。え、だって今そういう連絡あったんです。そうなんですか。ちょっと待って、家入さんに送る名車、家入さん、忙しいな。これどうしたらいいの、どんな感じで進んでいくかわかんないんだけど。大丈夫ですよ。じゃあちょっと歌舞伎町にちょっと教えてもらいたいんですけども。一番おすすめの夜遊びといったら。聞きたいです。聞きたいです。歌舞伎町で遊ぶなら。え、夜遊び。夜遊びで。夜遊びやっぱ売春じゃないですか。売春。売春。昔はあの、昔はちょっと西武新宿のとこのあのちょっと。大久保病院のあたりのところによくいたじゃないですか、はいはいはい、今もう全然いないじゃないですか。あの子たちは、まあ、パラパラいますけど、はあ、日本人の人たちが押されて、はあはあ、外国人の女の子たちがいっぱい来てますんで、はあ、多分歌舞伎町の歴史の中で、はあ、これぐらいあの歌舞伎町の真ん中に外国人の女性がいっぱい来てるのはないんじゃないですか。今がですか、うん、あ、やっぱじゃあそういう人たちに会いに行こうと思ったらどこに行けばいいんですか。シネシティ広場ですね。シネシティ広場、あのミラノ座の前ですね、はいはい、中の、はあ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 、ゴジラ、ゴジラ、あ、僕あそこにアパホテルできたじゃないですか、はい、あそこも暑いっていう話を聞いたことある、はい、何が暑いんですか、アパホテル。あ、外国人がいるんですよ、はい、あそこいっぱい、外国人の女性が立ってますだけど、はい、見た目も女性、体つきも女性なんですけど、実はついている、ついている、たまあり、けどどん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 ね、そのね解像度が増してきてまして、はい、今ね、おっぱいがどんどんでかくなってるんです、はい、とか、綺麗ですね。綺麗ですよね。じゃあそれも一興ですな。僕の友達でそのタイ人ニューハーフが好きなやつはいつもタイに買いに行ってたんですけど、うん、そのアパホテルがあんな感じになってからマジでもうタイに行く必要がなくなってラッキーですって言ってました。アパホテルそんな感じでしょ。でもその方は掘る方なんですか、掘られる方ですか。掘られる方ですね。掘られる方ですか、はい、でその新宿でこうニューハーフじゃないですけどCMLとかいらっしゃると思うんですけど、掘る方なんですか、掘られる方なんですか。いや、僕は掘らないんですけれども、うん、掘られる、ついてますよ、チンチンは。チンチンはついてるけども、それはついてなかったら価値が下がりますか。でも、その性的にした時にどういう風にするんですか。だからこれだ。あ、じゃあ自分僕はね、自分がその F をやってもらう、うん、そう、あとは兜合わせですよ、兜合わせ。あ、じゃあでも自分は掘らないし掘られないんですね。なるほどですね。なんでそんな使う深く。すごい気になってしまって。なるほど。まあ面白いと思いますよ、アパ前は。私もすごく、はいはい、自分が女性なので、うん、女性を掘りたい気持ちがあるんですよ。いいね、わかるわかる、いいね。ペニバン、ペニバンの出番ですよ。あ、そう、電話の人をずっと無視してる。やばいやばい。なんだっけ、渡辺少女の話とかだ。はい、そうだ。まあまあ、どういう気持ちで聞いてたんだろう。話せないってことですよね。ないですね、そんなに、うん、それ以上は。すみません。じゃあ、今日発売の裏元ジャパンの見どころ教えてください。そう。うん、はい。すごいいい読者。いい読者。すげえな。見どころは、そうですね。私が、新しく連載を始めました。おそれは、旅に
出ます、うん、それはあのヒッチハイクプラスわらしべ長者の、うん、あの要素を入れた旅に出ます。わらしべ長者をぜひあの読んでください。面白そう。なんか、昔のお願いします。古き良き時代のエロサブカルでいいですね。いや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 、それエロいものを交換して、エロいコンビニしからなくなった、コンビニしからなくなった世界、はい、わらしべ長者、そんな感じです。わらしべ長者っていうことは、例えば最初に、ちょっともうその話いいわ。で、ありがとうございます。あの、山崎さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、お疲れ様です。次行きましょう、次。はい、来てますかね。これは、そんな胸臭くない話になりますよ。あの、家に数もここまで来てんじゃないかな。わかんない。どこ行けばいいですか。今家出ると。どこから言われたのこれ。あれなんかコメントできたんだ。誰かが多分ツイートしてんじゃないですか。多分。ゆえんさんに DM 送ったよ、とりあえず。ここに来てねって。待ちますか。でもなんか写真ないんで。顔見て帰りたいんだけど。すごいな。あ、こんにちは。こんにちは。え、羽織ってる。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。何さんですか。ケダマリンって言います。はい、ケダマリンさん。はい。じゃあね、ケダマリンさんの、はい、相談内容を読み上げます。はい。はい。彼氏が乃木坂46を見る感覚と一緒だからと言って、デートコースに飛び出し位置を組み込んできます。その感覚がわかりません。めっちゃ嫌です。どうしたらいいですか。ああ。これ飛び出し位置はそもそも何かっていう話からですか。飛び出し位置は。飛び出し位置は行かれたことはありますか。僕はまあ見たことあります。いつもっていうか、行こうって言われるんで一緒に行ってるんで分かるんですけど、うん、ちょっと待ってください。飛び出し位置を簡単に説明すると、そこは、はい、あそこは何でしょうね、チョンノマ街です。日本一の大きなチョンノマ街ですよね、うん、でそこに、はい、その方はデートに女性を連れて行こうという話ですよね、うん、そうなんですよ、はいはいはい、別れた方がいいんじゃないですか。私も思います。で、それ嫌なんですか。嫌、はい、だし、あれなんですよ、座ってるおばちゃんとかにめっちゃ声かけられる。働かないって言われるんでしょ。いや、あ、じゃないの。それもそうやし、あ、そうかそうか、彼氏と一緒に行くから彼氏が客引きされちゃうんだ。そう、されちゃうんで、ああ、はあ、別れて彼氏こっち来いやみたいなこと言われたり、なんで女の子おるみたいな言われるんで、うん、めっちゃ嫌なんですけど、それをめっちゃ本気で彼氏に言っても全然分かってくれなくて、アイドルを見に行く感覚と一緒なのになんでそんな怒るのみたいな。なるほどね。しかもその人ひぼなんでしょ。なんかちょっと今ケタマニーさんのツイートを遡って見てたら、ひも彼氏と別れ、そうなんですよ、もともと風俗嬢としか付き合ってない人で、うん、今私全然そんなんじゃないんですけど、うん、あなたは彼のこと好きなんだよ。好きじゃなくていいよ。だけどあのね、一回ねやらせてあげたらいい。あそこの女の子全部整形顔、めっちゃ整形ばっちゃくちゃ、あんな飽きるっつーの、うんうん、もう私たち大人が言うんだから間違いない。絶対飽きる。うんうん、本当に、でお金もないから私があげないといけない。よくないね。やばくない。やばんぼだな。なるほど。やばんぼ。なんでこんさ、紐とか紐られがこんなにいるんだ。いや本当にそうよね。自己肯定感が低いからですよ。女性たちの。多すぎない？相談会だから集まってください。ああ、タイトルは相談会だ。それあれじゃない、別にデートコースよりもさ、本当にその飛び出しで働かせようと思ってるんじゃないの彼氏は。連れて行くことによって慣れさせて、そう、抵抗感をなくさせて、そこは見とかだったな。そのせいもある。そんな人いる。でもさ、あれ行くとね、女の子行くと怒られるでしょ。怒られるんです。だから嫌なんですよ。あのおばちゃんがね、こんなとこに女連れてきてとかって怒るでしょ。それも嫌だし。怒るんですよ。で女の子も嫌がって奥に入っちゃう子が結構いるんですよ。やっぱ同性に見られるのやっぱ結構嫌なんですよ。そう、お互いに気使うっていうか、なんかこう嫌なんだろうなって思う、私も思うし、向こうもなんか、うん、なんか嫌なんだろうなって、仕事しづらいやろうなって不毛なことも、ね、なるほど、ね、なるほど、なるほど。だから乃木坂見てる感覚なら乃木坂見てくれた方がね。なんだろうな、何度目の何度目の青空かとかめっちゃいい曲ですよ。乃木坂の曲。別れたら？別れたら？監督に DM すればいいじゃん。別れようと思って作ったセフレが。
セフレがあって。いや、だからなんで別れようと思ってセフレ作るんだよ。本当わけわかんない。おかしいだろ、お前ら。どういう科学式で生きてるんだよ。なんだよ、その。1+1 が72とかになってるから。おかしくない？おかしいでしょ。まず別れるとこから始めようよ。はい。はい。でも、どこが好きなんですか、その。いや、膨らます、うん、これ。顔じゃないですか、膨らまします。顔が好きなんですか。いや、ミュージシャンなんですよ。なんか、やばいな。やばいな、いいかね。売れてるミュージシャン。監督よりやばいだろ、それ。私はすごい、バンギャなんで、すごい気持ちが分かるんですよ。バンギャなんですか。バンギャね。え、売れてるんですか、そのバンド。売れてないから。売れてないバンギャに、売れてないバンギャバンド盤面に価値ないじゃん、売れてない。だから売れてないからこそ私が育てなきゃ。みたいな、私がいなきゃいけない。でも売れたら捨てられますよ。そうですよ、売れてない売れてない盤面は売れた瞬間に売れてない分の女を捨てますからね。確かにね。臭くて汚い楽屋がありました。確実に捨てますよ。そういう気持ちは分かってて、本当にそういう男は黙れって思うんですよね。なんかだってそうじゃないですか。だってその男の人を結局なんだかんだその売れるまでを支えてあげてた自分もあるじゃないですか、バンギャとしてね。売れるまでそういう話聞きたいわけじゃないですよね。バンギャとしての自分を肯定したいだけじゃない。じゃあやっぱりそのバンド、もうすいませんね、あのバンドマンだったらもう時田新一の曲作ってもらっていいね。それが心に響いたんなら言ってもいいけど、だから誰だったらバンドマンとしての才能を見るわけですよ。見るわけ、うん、じゃあ、あの悲しみをどうあなたは表現するの。私の悲しみを、悲しみと男の欲望、これは難しいぞっていう感じでね。お前ら本当に申し訳ないけど、なんかスケバンみたいな。結局変なあの思春期を今誰に怒ってるんですか、お姉さん。あなたたちに。なんでよ。俺ら何も悪くないじゃん。なんでよ。何だった。思春期をすごく自分のなんかこれができなかった、あれができなかったで、なんかすごく否定的に見るからこそ、このお姉さんの意見を否定的に見てる部分があると思うんですよね。はい、はい、まあ、おっしゃる通りです。バンドマンになんかバンギャって聞いて急に味方してるみたいな。誰なんかバンドマンに嫉妬してるみたいになってんすか。今ね、ほんと毛玉凛さんを擁護してるんじゃなくて過去の自分を擁護してる、ね、悲しい女だよ、ほんとに。でも毛玉凛さんって昔の自分を救いたいから今こうやってる、こうやって生きてると思うんですよ。だって、うん、あのお金をお金を自分で稼いでいて、そのお金をどこに稼げるかって、稼げるっていうか、もう費やせるかって言ったら昔の過去の自分にしかないじゃないですか。うん、今までの自分の、うん、ほら思いあぐねいてくださいよ。今までの、いや、だからさっきのあの自動介護士の人と一緒だよね。今までのそのすごい過去の自分がすごく大変だったでしょ。なんでだよ、これ。セントさん、セントさん、ちょっと一瞬こっち来て、カーブしてあげて。あの、代わりに。なんでこれ、これ。いや、多分、じゃあ、面白い。お姉さん大変だったんだよ。じゃあ、ここお姉さん。この女性は誰だって言われてるから。今みんなね、お姉さん答えみんな、あっけに取られてますからね。はいはいはい、かなりあ の飲み屋っぽさが増してきました。かなりね。なので私はスナックでしょ、ここスナックだね。あの入ってない、カメラに入ってない、カメラに入ってないですよ。私はだから言ってあげてください。お金をもし自分が費やせるんであったら、その過去の自分を作ってあげるために、過去の自分のために全部費やすべきだと思ってます。もう泣くぞこのそのチョコレート。なのであなたは何も心配することはないし、うん、あなたは何も間違っていないし、うん、カウンセリングが始まったで、私は不安です、うん、共感が出てるんだよ。私もあなたは誰なんですか。私はバンギャです。バンギャ。なので、うん、多分お姉さんのすごい気持ちが分かるんですけど、うん、本当にお金もないし人生も不安だし、うん、何もかもないじゃないですか。社会保険もなんか、うん、社会保険あるんじゃないの。ワンチャン実家太い。あるじゃないですか。実家太いから。そう、あるある。
まあね、健康保険もまあいろいろあると思うんですよ。その他、あの、いろいろ。でも、結局いつ死ぬか分かんないから、とりあえず今一緒に行きましょうってね、そういう話ですよね。はいはいはい。分かった。戻る。じゃあ一回、戻りましょう。急に番芸でスイッチが入っちゃったから、番芸でスイッチが入っちゃった。何の話だったっけ？いいですよ。何でしたっけ？ケタマリンさんは彼氏と別れたくないんでしょ？そんなどう考えてもダメな彼氏と、うん、そう別に別れたくないんだよね。本当に別れたくないんですか？じゃなんか、あの、私がお金の支援をしすぎて別れ話しても別れ話にならないんですよ。なんでそのお金の支援をするの？なんで普通お金出さねえよ。働いてるんですか？そんなマリオのあのブロックじゃないんだからさ。いや、ここは気持ちいい。叩けばお金が出るみたいなさ。なんか親が病気とか話されちゃうと。俺、そうやったら徹底的に調べるよ。うん、親に電話させていただきますって。うん、何病かね。お金出さないでください。はい、わかります。ビール券とかにしてください。でも好きな女の子が。うん、その親のとか言ったらお金出さないんですか？出さない。絶対出さない。俺出すけどな。俺は出さない。出すでしょ。まあでも付き合いの長さもあるじゃないですか。そんな 2、3ヶ月では無理でしょ。2、3ヶ月なんですか？知らん。付き合ってどれぐらいですか？3年。いくら渡しました？ぶっちゃけ3年ぐらい。ざっくり、うん、まあ、月に10前後300万ぐらい10万360万ぐらいですね、うん、そうですね。絶対月に、ね、15万払ってから。そうだね。多分15万だね。ちょっと下げてね。だから3年で500万だ。500万ね。で、ケタマリンさん、そのお金ちょうだいよ、俺に。お前うるさいよ。お前そんなじゃないよ。バンドじゃないこれはね。でもよく生活成り立つね、そんなに渡したら。確かに、ね、本当に。月15とか渡したらね。ケタマリンさん、仕事何してるの？何してんの？業界誌の記者をしてます。業界誌？日経の記者かな。そんなにお金持ち10万めちゃめちゃ業界誌じゃないです。デラフィッピンとかですか？昭和だよ、昭和。10万渡せるってすごいっすね。うん、高級取りだよね。俺渡したら成り立たねえじゃん。渡すっていうか、家賃払ったり、ギター買ったり。ギター買ったり。彼氏同棲してんだ。なるほどね。補定モデルのギターが欲しいんだけど。いや、なんで？迷路みたいになってるやつ。しかも遠距離なんですよ。どこ東京と大阪。東京と大阪。え、相手が大阪？相手が東京です。私大阪行って。やばいな。でもね、大阪の本当に情が深いんですよ。あ、だから飛び谷に行きたいんだ。そうなんだ。東京から来て、こういうのを見たさね。そう。サファリパークみたいな感じで。なんか自分が風俗通いで、失敗してきてるから、飛び田新地やったら、もう、失敗しないじゃないですか。顔がそこにあるから。知らん。失敗だよ。閉めてもらいましょう。まあでもいいんじゃないですか。閉めてください。ちょっと、じゃあちょっとケタマリンさん、じゃあ、ぜひ近々働きてください。そうですね。お願いします、はい。いや、でもやっぱそういう子多いんじゃないですか。多いと思いますよ。そういう子ってどういう子？いや、歌舞伎町なんか、まあ沈められるっていうか、一生懸命やってるうちに。俺ちょっと今なんか有能な司会者みたいな感じ。そう、もうそうさ、ちょっと上手ええ格好しいやね。いや。俺絶対別れた方がいいと思うよ。俺もそう思う。俺もそう思う。今別れてください。うん、はい。じゃあこれ切ったらすぐ LINE してくださいね。やだ、もう別れましょうって言って。いやもう別れたら、別れたらこの番号にもう一回かけてきてください。別れたら。はい、お願いします。解決。結構ひどい。これすごいな。こんなノリなんですね。分かってきました。どんどんわけわかんなくなってきた。はい。次のね、質問のところがあればね。あ、なんか僕ちょっと、電話じゃないんですけど、聞きたいんですけど、三重県にある梅津島みたいな、今コメント書かれたんですけど。梅津島ありますね、梅津島。その今の状況を聞きたいと。これ僕も聞きたい。わたかの、
知りません。わたかの島ね。わたかの島。あれ、今も実在してるんですか？実在していますし、ちょこちょこやってるそうなんですが、実際どうなってるのかっていうのはちょっとわからないですね。多分外出ない。スポットで行きますか？スポットで行きましょうか？なんか取り上げられ方とし、取り上げ方としては、なんかジャーナリスティックに取れると思うんですよね。今みたいな感じで。そう。光と影みたいな感じで。なるほど。そういいじゃないですか。じゃあ、相談言ってください。もう個人的に知りたかっただけなんで。なかなかちょっと聞きにくい。はい。あ、結構相談じゃない。なんだろう。ルートが。話しよう。大丈夫かな？酔っ払いが多数発生してる。酔っ払いが、すいません。多分私が、ちょっとその、この時間の前に飲んでまして、それをちょっとね、連れてきたのが一番悪かったですね。私です。さっきからちょこちょこ出てる女の子です。女番屋の方ですね。そうですよ。完全にそうですね。そうですよ。バンギャなんだ。バンギャの結束は強いね。強いですよ、めちゃめちゃ。またバンギャの話すると大変だからやめときましょうよ。そう。私すぐ。だから監督がね、めっちゃエロい目で見てるんですよ。めっちゃエロい目で見てる。監督。じゃあ、ちょっと。さっきからずっと黙ってる。静かっすもんね。エロい話を一つしてくれ。あ、ちょっと待ってください。バンギャで？違う。違う。バンゲで？違う、バンゲじゃなくてもいいから、何でもいいから、一番。楽しいわ。はい。これ、配信されてないんですか？してますよ、してます。もろされてるよ。ずっとしてますよ。してますよ。本当ですか？でも、ちょうど本当に1年前ぐらいに、なんかすごい、なんか可愛い男の子のコンビニ店員さんがいらっしゃる。ちょっと待って、顔を見せながら言った方がよりいいと思うんで、ちょっと待って。私めちゃめちゃ酔ってますからね。だよ、銭湯さんの話が聞きたいんだって言ってる人が怒ってる人がいるよ。バンギャダメだって言ってる。せっかく銭湯さん出てきましたからね。歌舞伎町のね話とか。銭湯さんどんな話があります？いや今何の話しようかな。質問者いないんですか？質問者。質問してください。質問してください。それじゃちょっと答えにくいな。来てます？来てます？来てない。じゃあ僕質問しますよ。銭湯さんの話が聞きたい人は銭湯さんに質問して。歌舞伎町でじゃあ銭湯さん歌舞伎町で一番やべえなって思ったエピソードを教えてもらえれば。一番やべえなって思ったエピソード。言える範囲で。ああ、いいですよ。去年の。お、去年。お。9月。はい。結構最近。いや、まあ3年間。人会館の。はい。人会館の。横の。当時デラックス歌舞伎町というストリップ劇場のイベントに行ったんです。で、デラックス歌舞伎町自体は、今年の6月でなくなります。で、まあ、そういう昔からあるのが歴史があるのがなくなるんですけれども、これが15年前からやってるイベントがあります。それは、ちょっとやめて、マジでやめて。それは、監督がめっちゃやばい。スカトロ、大スカトロ大会。ほう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 。で、その大スカトロ大会っていうのは、15年やってたんですけど、このイベントが、僕はね、ここ数年では一番やばかったですね。どうやばかったんですか？どうやばかった？ちょっと大スカトロ大会、大スカトロ大会がありまして、はい、これがですね、どうやって言ったらいいの？そう、どういう大会なんですか、何を競うんですか？そのイベントでは会場にですね、行きましたら、入場料が1万2000円なんです。高い！高いっすね。入るでしょ？そうすると、中に、客が70人ぐらい、いたんです。うん、男ばっかりです。で、はい、でステージ上には女の子が15人ぐらいいる。そんなに。うん、で、今から一般の方ですか？一般の方。一般の方。で、今から大スカトロ大会始まりますって言うと、その70人ぐらいのうちの半分、30人ぐらいの男の人たちが全裸になってステージに登るんです。おぉ！で、すごい！それは自主性ってことですか？そう、じゃあまあ希望者上がってください。はい、で、上がるでしょ。はい、そうしたら、その、ステージ上で、
女の子たち15人の女の子たちが、うん、うんこをするんですでその回のテーマが、うん、うんこ食べ放題なんですよそんな食べ放題あるそう、やばい牛角みたいなそうするとやばいっすね、うんあのね、女の子がいろんな形でこうやってやったりだとか、はい、こういう感じでやったりだとか、うんちをするでしょ、はい、そのお尻から出るうんちを、おっさんが、もう、これ先にと、争うんすね。争うよ、多分。で、すげえな。そしたら司会者が、何この人、今日はちょっと、女の子の数が少ないし、はい、うんちが少ないから皆さんちゃんと分け合って食べてくださいそうするとある親父がちょっと親でかめのうんちを持ってたんですよ、うん、ちょっとでかめのうんち持ってたらするでしょ、うん、そしたら横本さんが、うん、お前何取ってんだよそんな時間で喧嘩なのででかさだよねでそれで本当喧嘩なんで、そうこうしてるうちにステージ上はもうクソまみれですよ。そりゃそうですよね。でしょうね。でしょうね。うんこに滑ってる親父とかいるんですよ。これは、うん、そりゃそうですよ。なってるんですね。いろんなところで。その一方で、ステージに上がらなかったおっさんたちがいるでしょう、うん。そのおっさんが、そばでがっぷり四つで見ながら、うん、ちょっと手伸ばして、はい、その上のステージ上のうんこマンたちに出して、ちょっと私もちょっと分けてくださいよ。シェアをシェア。求めてんすね。で、もらうでしょ、うん、もらったら、それをジップロックに入れてもらう。で、いや、ジップロックもまさかうんこ入れられるとは思わなかったでしょうね。ジップロックがね。もう、周り、ものすごく臭いし、クソまみれだし、で、おっさんがもう複数人のおっさんがこううんこ食べる光景って見たことないじゃないですか。ない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 。すごいな。地獄ですよ。その場で食うんすね。その場でもちろん食って。うわすげえ。自覚いいですね。そう。で持って帰る人もいるわけでしょ。そう持って帰る。楽しかったなって感じで。そうそうそう。で僕が気になったのはもうクソまみれだからこいつらどうやって帰るかなと思った。確かに確かに。シャワーとかあらないんですよ、はい、確かに確かにイベントスペースだからクソまみれじゃないのおっさんだからクソまみれのおっさんを終盤にある女の子がちょっとあんたら汚いから並んでくれってパーってこう並ばしたんですよで並んで座らして座ってるところの女の子が前に立って後ろ向いて自分で水の干潮をこうやって入れてでこっからピョンってシャーってシャーってシャワーってそれ綺麗じゃないでしょでシャワーやるでしょ、うん、そしたら飛んできた、うん、あのこの水しぶきを、うん、このうんこマンたちが、うん、池とか、うん、お堀の鯉みたいな感じこれはマジ地獄それを客席で見てたのでこれが今年の3月31日か30日やったからそれで終わるんで絶対行ったもんそれでそれってやっぱその場ではうんこ食べない自分がちょっと異常なんじゃないかみたいな感じになってくるんじゃないですかいやー僕はだけどそこまではなかったですもう恐ろしかったです仕組みはやめて見たことない光景仕組みはやめて何3月30日どういうなんてイベント名で検索した歌舞伎町の、デラックス歌舞伎町、はい大スカトの大会大スカトの大会です大会です1万2000円私ももちろん行きます、はい、皆さん行きますもちろん行きますじゃあやっぱり売れそうっすねこれ普通に電車乗ってるおじさんもジップロックにうんこ入れてる可能性があるわけ確かにそこでその際のに解散した人がねそうなんですよ3月30日ちょっと行きたいな、ちょっと。これは本当にやばいです。誰かスポットで記事書いてほしい。っていうのが、最近のやばい話でした。すごい、面白い。面白い。めっちゃ面白い。さすがだな。やばい。やっぱね、あるんすよ。銭湯さんすごいんだから、本当に。すごいですね。エピソードが。そんな場所あるんすね、人間界で。やだ、やだ、私も見たんすよ。まあ、横ではすげえエロいことが展開してますけど、二村さんがもう、べちゃべちゃです。はい、なんかありますか質問とかね。なんかありますか。一生懸命喋ってますんで。夜も深まってきましたからね。なんだろうね。じゃあ歌舞伎町にこれが泣けるみたいな。あ、人間交差点ですよ。人間交差点ですからやっぱり。
泣けるですか。泣ける歌舞伎町ってね、結構深いと思う。ありますよ。ちょっと、そうやな。僕が、ひいきにしてる歌舞伎町のハイジアの女の子。ハイジア。ハイジアってピンサロじゃないですか。ハイジアってピンサロじゃないでしょ。なんか、歌舞伎町である建物の名前ですよね。そうなんですよ。で、そこのハイジアっていうのは、立ちんぼスポットなんですけれども、うん、で、そこの、横に公園があるんですよ。うん、で、大久保公園、うん、そう、そこの公園で、今、一人、僕は、あだ名をウルトラってつけてるんですけど、うん、その女の子はね、今、みおもなんですよ。妊娠してはる。妊娠してる。で、ナウ、ナウなんで、それが今寒い中、うん、座ってるんですよね、うん。いつも座ったり立ったりしてる。うん、それちょっと今、私的には、ちょっと悲しいかな。ああ。ウルトラさんが。何ヶ月ぐらいですか？いや、そこまで聞けてないですけど。じゃあ結構出てる感じで。なんか出てます、ね。じゃあもう結構8ヶ月。うん。まあね、セントさんは距離感的には結構つかず離れずというか。その子とそんなに親しくはないんですけれども、うんうん、その周りからあの子はこう、まあ、見えないと、お腹に子供がいるって聞いてて、はいはい。で、そういう子がね、あそこら辺いっぱいいて、うん、それはやっぱちょっと切ないですね。で、例えば、公園とかで出産した女の子がいるし、うん、で、なんならその女の子、あそこ大久保公園って言うんですけど、うん、大久保公園で出産した女の子、うん、それはその子ちょっと前にその大久保側にね、西大久保公園ってとこあるんですけど、うん、そこのトイレで、うん、レイプされてるんですよ。そういう話を聞くと、もうなんかね、うん、なんか辛いよね。辛いですね。今これ配信してますよ。してるっつ。してるっつの。あなた静かにして本当。あ、そうか。うん。なんで大久保公園は立ちんぼスポットなんですか。あそこは歴史的な背景で、うん、昔あそこのヨッピーさんが好きだった、うん、サウナあったと思うんですよ。あ、エキスポ？このエキスポじゃない、テルマ湯？テルマ湯じゃない、もっと昔にあった歌舞伎町大好き、みんなが好きなあそこと一緒に今駐車場になってるところ。グリーンプラザ。グリーンプラザ、うん、あそこに急に駐車場になっちゃったね、うん、あそこに、戦後に、進駐軍のアメリカ軍を、うん、癒すための、うん、旅館があって、うん、そこにこうパンパン旅館みたいなのやったんですよ、うん、多分ね、それのね、このね、流れが引き継がれてんじゃないかな。その頃から、うん、あの辺って、立ちんぼが立ってたっていうんで、うん、それはなんかなんじゃないですかなと思いますね、うん、はい、ね、昔はね、歌舞伎町ってめちゃくちゃ、知事のあれが入る前は、石原知事の入る前はめちゃくちゃ楽しい街だったじゃないですか、うん、いろんな風俗店があって、うんあれがもう今大変なことになってて、うん、そうですね。まあだけどそれはかなり秘密があるんですけど、うん、おもろいとこもまだ残ってる、ね、まだ残ってる、うん、それはでもやっぱ下に潜ってる、潜ってると思うんですね。かなり潜ってる感じで潜ってると思うんですね。どこが面白かったんですか。例えばね、痴漢ができるっていう店があるんだけど。え、何それ。知らないです。いや、昔ですよ。もういろんな多種多様なのがあった時に痴漢ができる店っていうのがあって、はい、その行くと、まあ、女の子が、まあ、たくさん制服着て立ってるんですけど、電車感を出すためにずっとラジカセでゴトンゴトンってなってるんですよ。ゴトンゴトン、ゴトンゴトンってなってるんですけど、釣り革もあって、で女の子アイマスクしててゴトンゴトンってなってるんですけど、ゴトンゴトンが店員が録音したらしくて、5分でループしてるんですけど、ゴトンゴトン、あ、やべってのが絶対入ってるんですよ。あ、やべって5分に1回出てくるんですよ。それがリアリティってすごい興奮してましたね。それはね、痴漢が好きな人っていうよりも、うん、女の子と面と向かってエッチなことができない人にすごい重宝されたあれで、女の子アイマスクしてるし、うん、会話もしなくていいし、うん、っていうので、結構面白い店とかいっぱいあったんですよ、うん、そういうのが。いや今でもでも全然やばい店はまだまだあるでしょ。だって 裏カジノとかたくさんまだまだ全然あります。僕ですごい目標聞こうと思ってたのが、うん、DVD 売ってくるじゃないですか、うん、あれって何なんですか。
DVD だから今だったら1万円で、40枚かな。40枚も、うん、ですよ。それ DVDR 代ぐらいじゃないですか。本当そうよね。で、売ってますし、行ったら雑居ビルの一室で、まあそういう売り場があります。でそこ行ったら多分パトさんですよね、はあ、パトさんみたいな若い人はあんまりいなくて、ちょっと年配が多いですよ。でなんならそういうカタログの資料も文字も大きかったりだとか、こっちに老眼鏡を置いてたりだとか、やっぱりそのあれだと思うんですよ。で多分今ここの人たちはネットとか得意だし、なんならアクセスすればエロ DVD とか見れると思うんですけど、多分年配の人ってね、こう変なサイト行ってポッキャッチャップバーって、あれ怖いからですね。需要はあれなんか怖いみたいな感じです。だから1万円で40枚買っちゃう方がいいなみたいな。じゃあでも40枚も選べないわけですよね。いや選べます選べます。40枚選べる。めっちゃ2時間ぐらいかかりそう。40枚選ぶの。いやもうすっげえ。40だったね。盛況して盛況ですよ。あのこれはこういうのではあんまり行けとは言えないですけどね。でもそんなん全然時間は何ですかね、そんなそうだだって40枚でその1万円とかで売ってて儲かるんですかね。リスクがある割にそんな儲かんなくない、うん、確かにそうですね、うん、気をつけた方がいいこと、逆に気をつけた方がいいことありますか、歌舞伎町でってことですね。どういうこと、歌舞伎町でね、歌舞伎町でこれだけは気をつけた方がいい、やっぱり客引きの人たちはまあ知り合いいるからあんまりなんですけど、だけどやっぱ危ない人多いっすよね。でも危ないです。でも歌舞伎町って一線は越えてこないじゃないですか。越えてきますね。いや、僕沖縄行った時の松山ってとこ、うん、あそこの呼び込みとか声かけてくる人すごくて、声かけてくるじゃん、で別のやつがかけてくるじゃん、喧嘩始めるからね、大声で怒鳴り合って、俺が先に怖かったんだとか言って、俺どうしていいか分かんなくて、そういう実際そういうわけにもね、そういうレベルなんで、お兄さんめちゃめちゃイケメンなのになんでマスクしてるんですか。ちょっと置いといてください。歌舞伎町は国家を越えたらもう向こうの縄張りみたいなのが割とありますね。規律はある方ですよね。いや僕そんななんか駒各区分とかあんまない気がするんですけどね。スカウトマンがだって女性にしつこく一緒についてくるけど、この進行を渡ったらもうそこからついてくるみたいな。そういう、そうなんですか、客引きたちのはあるかもしれないですけど、で、結構怖いのって別になんか自分から変な雑居ビルに入ることってないと思うんですよ、だから何が怖いかっていうとやっぱ路上だと思うんですけど、そうするとやっぱ客引きの人たちとのと思います。で、あんまなんかまあ、酔っ払ってこんななんか言われたらうざいと思うんですけど、頑張ってとか払ったりだとか、あんま無芸にはあんましない方が僕はいいと思いますね。結構マジやばいと思うんですよ。いや、もう聞いた中で怖い話ありますよね。怖い話あります。もう身ぐるみ剥がされてる。そのあとね、ちょっとどうやったら多分ね、ないと思うんですよね、実は意外と。あそこの区役所通り、とかはやっぱ外国の人たちは昏睡というぼったくりをやるし、どういうことですか、区役所前サウナのあたりですか。外国人の黒人だとか、外国人のホステスが声かけてきて、飲み屋行きます。そしたら飲み屋の出てきた、まあ、お酒の中に民剤が入ってて、それでヘベレケになった後 ATM に連れていく。で僕が聞いた中ではですね、客引きの人たちに、日本人の客引きとかの中では、もうそれ、民剤を使った昏睡はやってないそうなんですよ。それはもうなんか、こっちの人がやるなっつって言われてるから、やらないそうなんですけどね。それも、ね、お友達帰ってこないんですね。まあ、別にいい。あげないと思います。あ、帰ってきて、なんか酒の追加したんですよ。殺されるんです。いやでもね、そろそろでも銭湯さんの時間もこれで、ちょうど、もう朝まで来ないの。この後朝まで来ないから俺一人で、一人でヨピさん、なんでこういう配信を。いや、今日初めて。そうそうそう、そうなんですか。はい、
これはあるこだこ こ, こ, この辺だとほぼ初対面セントさん本当にセントさん、どれか伸ばすセントさん伸ばすセントさん、どれか伸ばすいや、私持ってますこれじゃあセントさん、ありがとうございました。ありがとうございました貴重な画面、なんかこう話してこれあんまり聞けなかったロッピーさん、これから一人かそう一人タイムなんですね、これから一人タイムですね頑張ろういや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 、これはやばいうわ、やばどうしたなんか、それは大丈夫ですよ